新型コロナの感染者情報です共同内では新たに月曜日としては最多となる5290人の感染が確認されましたまた10人の死亡が発表されています感染者の内訳見ていきますと札幌市が2604人旭川市が226人函館市が253人新興局別では石狩管内が313人 都立管内が683人などとなっていますまた感染者数の推移をカレンダーでも見ていきます先週の月曜日と比べておよそ200人増えました4日ぶりに前の週の同じ曜日を上回り増加に転じた形です さてこの時間は札幌医科大学の横田新一先生にご解説いただきますお願いいたしますよろしくお願いいたします先生昨日までは三日連続で前の週を下回っていたんですがまたここに来て増加に転じましたどうご覧になりますかそうですねお分に入りまして検査体制が普段と違うというところはありますけれども札幌ではどうも減少傾向にあるように思いますただ道内でですねやはり急拡大をしているような地域というのはかなり目立っているとこういう状況だと思っています 都価値の数字が先生ちょっと多いですね、うん、そうですね都価値の場合ですね今増加傾向ずっと続いていましてなかなか頭打ちにならないという状況ですね、はい、さてその横田先生が気にしているのが陽性率ですこの陽性率は検査した人のうち陽性になった人の割合を示しています昨日までの1週間なんですが全道で67.7%札幌は78.5%と、うん、いずれも 前の週を上回って札幌はプラス6.1ポイントとなっています先生この数字から読み取れることどういったことでしょうか、うん、そうですね日によっては9割近く行く時もあるという状況で今疑い例を検査するとほぼ陽性であるというような状況なわけですよね、はい、そういう意味では濃厚接触者を追いかけて追いかけて感染者を捕まえるということができない状況であるということを考えていただきたいと思いますね、うんうん、なるほど。コロナ始まった初期はまだ陽性率15%で高いとかってこう話してた時期もあったんですけれど そうです、ね、本当に高くなりましたよね、はい、10%を超えると検査数が足りないという状況がまあ一昔前はありましたがという話ですね、うんうん、そして過去にはこの連休明けに感染者が急増したケースもありますので気が抜けない状態ですグラフ2つ出ました上のグラフが年末年始明けそして下のグラフが今年のゴールデンウィーク明けの感染者です年末年始明け一時落ち着いていましたが感染者一気に増加しました年明け 2週間で感染者10倍になっているというのが分かります一方で今年のゴールデンウィークですがゴールデンウィーク明けわずかには上昇しましたが その後はほぼこれ横ばいと言っていいんだと思います。極端に感染者増えることはありませんでした。先生この違いから見えることなんでしょうか、うん。そうですね。年末年始の方は非常に落ち着いた状態でしたから、そこにオミクロン株が入ってきて急拡大をした。まあ我々の対策っていったことも緩んでたこともあると思います。はい、一方でゴールデンウィークの方はですね、非常に高い状態がずっと続いていましたので、まん延防止等での行動制限もありました。ただ一方で年末年始というのはやはりあの。 忘年会、新年会であったりあるいは帰省での,その親戚の集まりとかっていったことがありますからやはりででのの会会食の機会が多かったと思うんですね一方でゴールデンウィークの方というのは旅行が主体ですからそれほど会食の機会もなかったというふうに考えてもいいのかと思います。うん ゴールデンウィークの方がそもそもこう感染者数が元から多かったという声もありましたけれども、まあ、今、夏休みを終えた子どもたちがあの来週から札幌の小中学校始まるということであの横田先生に今後の感染者数の推移を予想していただきました。フリップお願いいたします えとやはりです、ね、お盆の間のまあ行動といったところで少し上がってくる可能性はあるだろうとは思っていますただ、このあとなんとかこう減少の方向に向かっていただければなというふうに思いますやはりこれからの感染対策といったところ9月の頭ぐらいからこう徐々に下がっていってそうです、ね、お盆を過ぎてから少し経ってかあたりから下がってくるんではないかと思っています。うんうんうん 少しねあのまだ増える予想とはなっているんですけれども、はい、無理のない範囲で私たちも感染対策続けていければなというふうに感じますえここまで横田慎一先生にお付き合いいただきましたありがとうございましたありがとうございました